ーとエロスイートリーダーが共演するショー絆をお送りします。エロスイはトレーナーと言わずにトリーダーと呼びます。訓練するのではなく、家族や友人のように彼らと遊び、世話をし、励まし、励まされています。一番知りたいのは、どうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは、今気持ちがつながったと思える一瞬。その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくて、このショーをお届けします。トリーダーの気持ちでイルカに目を離し、アシカの気分で人を観察。これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキと感じ、ゆっくりお楽しみください。ちょっと待っててください。じゃあ先入ってるよ、後から続いて。僕ね、身軽だからこそね、こうやって僕らに
配達ができるようになるんですが、例えばここからここから後ろに歩けば背もねついてきてくれますね。あれやってる時って結構セシその手グッとやってるんでね、結構足締め付けらしてます。このメンバーリコはダンスを練習してきました。音楽に合わせていくので僕たちと足形の動きが揃ってるかどうか皆さん見ててください。じゃあみんな準備、セシはいいぞ、わからないよ、よし、じゃあマミみんなと合わせて今日も揃えてやるよ、やるよ。
ここにいるのが2000年ミレニアムの年に誕生したミレニーです。ミレニーはお腹の色がピンク色をしています。で、隣にいるルイはミレニーのお母さんで、担当は大山です。僕たちは普段イルカたちにね、こうやって話しかけていますが、この言葉で会話をすることはできません。でも少しでも気持ちが伝わればいいなと思っていつも話しかけているんです。コミュニケーションを取るときは手の動きや体の動きを使ってコミュニケーションを取っていますが、これからミレニーに2つ合図を出してみます。1つ目は足を使った尾びれで水しぶきを上げてねという合図、そして2つ目は体全身を使ったジャンプをしてねという合図を出します。この合図にミレニーが答えてくれるか見てみてください。いやー、ちょっと今日はね、イルカたちざわついてて、何か気になるとどっか見に行っちゃうこともあるんですけど、ミレニー準備してやってみるよ。じゃあまずは尾びれで水しぶきを上げてみます。じゃあミレニーよーく見てね、いくよ。はい、水しぶきを上げて、そう、うまく答えてくれました。いいね、ミレニー張り切ってるね。どうもありがとう。じゃあ今度はジャンプの合図、じゃあ全身使ってみるから、これもよーく見てね。じゃあいくよ。まずは、はい、沈んで、そこからジャンプ。これもよく答えてくれました。よかったよ、ミレニー。おかえり、どうもありがとう。じゃあこの後はゴリタ君と一緒に遊んでてね。さあ今はミレニー2回ともね、僕の合図に1回で答えてくれました。あんまり息が合わなかったりすると合図に答えてくれなかったりする時もあるんです。さあマリンがね、今度はくるくる回っていますが、さあ僕は今日のマリンどうですか。マリンちょっとですね、なんか周りに気になることがあるみたいに、先ほどもマリンをくるくるしちゃいました。そうなんです。何かね、気になるとフリーターじゃなくてね、違う方向顔が傾いちゃうんで、よく見ててください。お、今森田がこっちを見てニヤついてましたけど、ジャンプナイトだったみたいです。結構ね、今ガラス面にいる森田と加藤が皆さんに見越しにかけるの好きなので、最年少のカワ、そしてミーナがジャンプを見せてくれていますが、おじさん、ミーナはこれ合図でジャンプしてますか。ミーナは水中を早く泳いでねっていう合図だったら、プールの底の方を一生懸命泳いで、でたまにポッてジャンプしてて、ようやくもうすごいやってきたよみたいな顔して、すごいドヤ顔してますよね、ミーナ。おじさん、もう一回いきます。お、今ミークがね、早く泳いでねっていう合図、ミーナが答えてくれました。ミーナはね、結構合図と違うことをしちゃったり、合図を出してないのにジャンプしちゃう時もあるんで。さあ今度はミレニーが尾びれを振ってね、水しぶきを上げてますが、じゃあ今日はここで普段なかなか皆さんがあまり見ることのない練習中の動きをお見せします。今日練習するのは今一番右側見てください。ちょっとね、パネルが丸くなっている部分にセーラーと松崎がいます。松崎さん、今日どんな練習をしますか。はい、今日はここからお腹を上にして連続したジャンプを、まあ、時計回りを飛び分けるという練習をします。はい、さあ今ね、セーラー皆さんの胸びれを振っていますが、これから松崎の元に戻ってうまくね、ジャンプ飛び分けられるか皆さん見ていってください。じゃあ松崎さん、まずはどっちの回りからいきますか。はい、さ
向かって飛ぶようなジャンプをしたら今日はね、まず成功です。前のプールはまさきさんいいですよ。はい、それでは再開しました。さあ、まず半時計回りのジャンプはどうかな。おっ、そうそうそう、いいですよ。このまま連続していきます。さあ、
前に出してください。ストップして指を前です。そうです、これが返事をしてねっていう合図になります。いる方しっかり手出しますよ。今度は2回、下腹を2回で合図も2回出してください。返事をしてねっていう合図です。さあ上の輪の方も一緒にやってくださいね。そうです。じゃあいる方チキンタイムもらいます。まずは1回だ。1回、すごく揃ってますよ。元気に支えてます。今度は2回、2回の裏を叩いてます。ちょっとずれちゃうよ。じゃあこのまま早くしてみます。よ、最後は合図を5回連続で出しなさい。いきます。ちょっと遠くなかったですけど、皆さんありがとうございました。¡Gracias!